今日のメニューはこちら。厚揚げのチーズ挟み照り焼き、厚揚げとほうれん草の中華炒め、厚揚げ照り焼き、厚揚げのネギ味噌挟み焼き。それでは作っていきましょう。厚揚げのネギ味噌挟み焼き。ネギを小口切りにするよ。皿を用意して、味噌大さじ1、酒大さじ1、砂糖小さじ1、よく混ぜ合わせます。醤油小さじ1/2、混ぜ混ぜ。切ったネギを入れて、ネギと味噌をよく混ぜておきます。油抜きした厚揚げを半分に切るよ。中に切り込みを入れて、ネギ味噌を厚揚げの中に挟んで、トースターで焼くよ。焦げ目がつくまで10分ほど焼くよ。完成。厚揚げのネギ味噌挟み焼き、厚揚げ照り焼き。まずは厚揚げの油抜きから。熱湯をかけて油を落としてから、ペーパーで水分を拭き取るよ。食べやすい大きさにカットするよ。ビニール袋を用意して、片栗粉を入れるよ。その中へ厚揚げも入れていくよ。厚揚げ全体に粉がつくように、フライパンに多めの油を入れて厚揚げを入れていくよ。全面が焼けるようにひっくり返しながら焼くよ。味付けしていくよ。砂糖、酒、醤油、上からネギをトッピングして完成。厚揚げ照り焼き、厚揚げのチーズ挟み照り焼き。油抜きした厚揚げを三角に切り、中に挟めるように切り込みを入れます。チーズも挟みやすいように三角にカットします。大葉も半分にカットしておくよ。三角にカットしたものをさらに半分に折ったら、厚揚げにジャストサイズ、厚揚げに挟んだら、フライパンに油は入れずに焼いたよ。蒸し焼きにしてチーズにも火が入るようにするよ。少し焼き目がついたら、ひっくり返して反対側にも焼き色をつけるよ。再び蓋をして蒸し焼きにします。酒大さじ 1.5、 砂糖小さじ 1.5、 醤油大さじ1、砂糖をよく溶かして厚揚げ全体にタレを絡めます。ひっくり返して反対側にもタレを絡ませ完成。完成。厚揚げのチーズ挟み照り焼き、厚揚げとほうれん草の中華炒め。油抜きした厚揚げを切るよ。フライパンへ油を入れて、豚ひき肉を入れて炒めるよ。こちらも冷凍ほうれん草。軽く炒めたら厚揚げを加えてさらに炒めます。味付けは簡単にこれを使うよ。クックドーのチンジャオロースの素、あとは混ぜるだけで簡単に中華風になるよ。完成。厚揚げとほうれん草の中華炒め。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。